バイレベルコーチはアメリカ合衆国やカナダ各地の通勤鉄道に導入されている2階建て客車。1977年から営業運転を開始し、2020年現在はボンバルディアトランスポーテーションによって展開が行われている。カナダ・オンタリオ州トロントの公共交通事業者であるコートランジットは1967年5月23日から ゴートレインのブランド名で通勤列車の運行を開始したが、1970年代以降、乗客増加による列車の混雑が大きな課題となっていた。従来使用されていた1階建ての車両では、ラッシュ時の乗客をさばききれない状況であったが、増結のためには、プラットフォームの拡張を行わなければならず、長期の工事期間が必要となった。そのため、ゴートランジットは、 プラットフォームの長さを変えることなく、大量の乗客を輸送できる2階建て車両を導入することを決定した。当初はアメリカ合衆国やカナダ各地の通勤列車に導入されていた2階建て客車であるギャラリーカーの導入が検討されたが、扉が中央に1カ所しかなく、乗降に時間がかかること、座席配置が窮屈であることなどが課題として挙げられた。 そこで、カナダの車両メーカーであった、ホーカーシドレイカナダはより通勤輸送に適した2階建て客車、バイレベルコーチを新たに開発し、1975年にゴートランジットからの発注を獲得した。営業運転には1977年から導入されている。バイレベルコーチは、サンダーベイの工場で生産が行われたが、1980年代に、 ホーカーシドレーカナダはユートドック及び SNC ラバリンに買収され、さらに2002年以降はボンバルディアトランスポーテーションの工場となったため、2020年、現在は同社によって展開が行われている。車端部分が1階建て構造となっている2階建て車両で、乗降扉は低床構造となっている1階部分に2カ所設置されている。八角形の側面を持つ車体は、 アルミニウム製で、大枠は、構成となっている。初期の車両は製造の際に、リベットが用いられたが、ボンバルリアの移行後は、車体製造は、全溶接式に変更されている。定員数は導入された事業者によって異なるが、従来の1階建て車両の1.5から1.7倍以上の収容力を持ち、最初の導入先となった。 コートランジットで運用される重量編成の客車列車は着席定員だけでも1400人以上の乗客の輸送を可能としている。これにより運用コストも1階建て車両使用時に比べ15から30%削減される。車内電源は連結された機関車から供給される集中電源方式を採用している。通常の客車に加え、 1983年からは2階部分に運転台を備えた制御車の生産も開始され、プッシュプル運転が可能となっている。大半の車両は貫通扉が設置された切ズ妻型の全面形状を有するが、2012年にゴートランジットが発注し2015年から営業運転に投入された車両以降はクラッシャブルゾーンを備えた流線系の非貫通式デザインに変更され、 運転台の位置も2階部分の高さに移設置されている。2018年までに、計8時にわたって量産が行われており、1300両以上の車両が、アメリカ合衆国やカナダの通勤鉄道へ導入されている。さらに2019年にも休止車となる、ゴートランジット向けの車両の発注が実施されている。2018年現在、バイレベルー地が使用されている。 通勤鉄道は以下の通りである。ありがとうございます。